どうしようかな抜きかえよう。よしょ待って見えてはいけないものが見えているいけるかああちょっとダメかコメントで見えない。 あれこれ見えてるよねだよねあれちょっとコメントどうやって消すんだっけこれあできたあ見えてる見えてる見えてるダメだ,めだよしオッケーかなあ大丈夫だよねうん大丈夫だよしできたあれあと大丈夫もう何も見えてない あ、めちゃめちゃここ気になるんだけどうんと、あ、大丈夫だね、よしどうもこんばんは誰かいるいない誰もいないです誰もいないですもうすぐは、違うんだよ <laughs> いろいろあったのいいろろあったんですよ私も。ということでね皆さんあの明日はですねいいかなとツインテールをしますのでというかこの髪型です。いやもちろんあの今日はお風呂に入りますよ。<laughs> その髪型っていうのはね同じ髪型ってことなんですけども思いごとことよ。この髪型なのでねぜひ皆さん来てくださいという。 ことですということで今日は宣伝ショールームということでねあと今日はねあのあれなんですよ松浦エクステに行ってきたんですよなんですけどねちょっとね思ったよりもねけばくなってしまってねあの 多分これ動画で見たらあんまりなんですけど間近で見るとなんかまつげどうしたのみたいなになるくらい結構すごいんであのまあねちょっとまつげをね切ろうかなと思ってるんですけどいや本当に実物あったらけばいいんですよ本当にマジでめちゃめちゃけばいいんで。 最近ママめに写真ついてないのはえそんなについてない写真いやほんとにまつげやばいからあのもうやばいからほんとにあっ将ムも変わってるあっ昇格おめでとうありがとうございますほんとにごつごつなんですよ いやでも本当に私はねあのねお悩みがあってあの本当にまつ毛が短いんですよそれがすごく嫌でそのまつげでサイン書いてくださいな了解ですこのまつげで書きますわあ所属が K2 になってる本当だわかんないけど。 あ本当だ変わってた今気づいた <laughs> どうやって自分でか,か確認するのか分からないと思ってたけどいやほんとにつけまつげつけてるみたいにけばいんでちょっと今日はこの後あの髪の毛をじゃないやまつげを切ろうと思ってます自分でうんいや始めるの遅かったいやごめんねほんとに。 申し訳ない本当にもう今寄りたくないもんショールームのこのカメラに本当にだから嫌なんですよまつげがちょっと違う違うだって夏げは 自まつげじゃないからまつげについてるエクステを切るわけだから自分のまつげを切ろうと思っているわけではないですのでもう本当にねまつげが今もうまつげしか見てないってくらいまつげもうわかんないけどとにかくまつげなんですよ <laughs> 髪型についに握手を取りましたありがとうございますそうなんですよ皆さん明日ぜひ来てください同じ髪型なんで本当にまつげやばいやばい <laughs> とにかくもう今日まつげしか考えてないいやまつげを今日まつげいちいい一番言うからね今日まつげをやるときに 下もやりたたかったんですよ下のまつげもつけたかったんですよ。まあ、本当に女の子はいろいろあるんですよで下まつげもつけたかったのになんか私のまつげって下まつげってこうなってるはずなのここが眼球でねこうなってるはずなんだけど私のまつげってこうなってるの上に反り返ってるからまつげいくつって言って自分のまつげにまつげをつけるんですよ。 だから上に向いてると目に当たっちゃうから眼球に当たるから危ないんでつけれませんって言われてつけれなくっていやもう私はいやまつげをあのいや私は下まつげをつけたくてまつげエクステに行ったんだけど下まつげができなくっていやもう悩えました本当にそう逆さまつげっていうのかな もう悩ましたリンは本当に <laughs> あーそうですかって言っていやでも前回の「まつげスでは違う店舗に行ったんですけれども違う店舗はつけれたんですよだからビューラーしてから「あのまつげスで行けばよかったなって思ってやっぱそこ行くばっばっまつげ X」で行く時って あのビューラーじゃないやメイクしてっちゃダメなんですよすっぴんでいかないとダメなんですよだからもちろんすっぴんでいくしかないいくじゃないですかだからビューラーとかしてなかったんですよ何もいやー本当にやらかしたわマジでやらかした <laughs> こんばんはんーもうねー今日なんて何回「まつゲ」って言ったんだろう 明日の洋服はねちょっと大人っぽいんですよあのね黒っぽいのに茶色っぽいやつ <laughs> 適当すぎて <laughs> まつ毛の話だけでおもろい本当に俺のまつ毛あげるやだよいらないよまつエクステが欲しいんだよ私は オフショルではないけど透けてるっていうんかなうん。ということで、ね、明日は皆さんね来てください。あと何かあるかなまつげの話聞き逃したいや。やもうい言いたくないよ。もうねまたまつげまつげ言ったらもうね3回ぐらい言っちゃうから。あ違う30回ぐらい言っちゃうから。 ななのでね言えないんですけれどもいや本当にめちゃめちゃ実物見るとマジでギャルみたいだと思うつけまつげみたいな感じで本当につらいあっこれのねちょっと待ってねこの服あるでしょこの服の黒板みたいな感じかな いほんとにやばーい <laughs>、うん、やばいよ山まんんまではいかないけどねそうすけすけですすけすけみんなの好きなすけすけです5日6日もね横浜なんでねみなさんね ぜひ横浜に泊まってきてくださいね <laughs> 後ろのユニフォームを着たくまさんこれは生誕祭の時にもらったやつですね <laughs> リかちゃんのお手紙書いてきたありがとう上学おめでととううごござざいいまますすありがとうございます スケスケですこのキャラなきゃみんな大好きみんなスケスケが好きな気がする <laughs> みかちゃん今でも書いてくれたら読んでくれますか何今でもってなんか <laughs> 昔は読んでくれたのにみたいな来週は何来ますか来週って握手会あるっけちょっと把握してないんだよな5月はでも5回6回ぐらい握手会があったなっていうのは覚えてるでもまだお洋服買ってない 1>, 1個は今日買ってきたやつともう1個はファンの人にもらったやつ13写メ会あそうなんだあれちゃん明日は何をするんだ明日も写真でもねティーチャー ティーチャーってまたさあるでしょなんだっけあの写真会みたいのま前、あ、もう一回受付あるよねもうないのティーチャーティーチャーってティーチャーティーチャーか SKE がまた何かあったらその握手会であれやろうと思ってるんだよね制服 制服と財布あるはずだよねだからその時までには制服とあれだよりこりんにりこりが着てたやつ警官をやろうと思ってる貸してもらうからリンカも。 一回ナース服でやったことがあるんですけどナース服をね貸すっていう交換条件でね一緒にやるんでそれをやろうと思っているのでいや全国博士会はだって衣装だからできないよ。なんで 普通に握手会と写真とどっちもやろうと思ってるコスプレは一回一回は絶対やるなんか前回は突発的すぎてもう握手が終わってからあ違うわかみんなにもう買ってもらった後にやりますってなっちゃったからちょっとね私ねちょっとねそうやることが遅かったのでね マリンカのコスプレあモローと一緒にやりたいな制服コスプレなんかねマリンとねなんかマリンカは忘れてたしマリンも忘れてたんだけど一回一緒に制服コスプレをやろうって言ってたの私たちはすっかり忘れてたんだけどでもマリンがなんかで、ね、お休みしちゃったからできなかったっていうかもともとあんまりやる予定なかったんですけど 制服コスプレをやろうと思ってるんでねもしかしたら一緒にやるかもわからない全然話してないから前髪がすごいガタガタでやだあとナース服もやるいつかいつやろうかな全然決めてないけれども でもね制服と何だっけ経営とナースはやると思ううんなんかね全部ね計画したのにあの言うの忘れちゃうみたいなのが多いから <laughs> そういうねたまにね抜けてるとこあるんでね今回はねしっかりとねやりたいとね思っています。 のやかんやかで普通の服を見てみたい,いやもう普通の服をやりすぎたんでね正直あんまコスプレとかやってなかった人間なんでまだ何気に何服しか私コスプレやったことないんじゃないかなって思うのでちょっとねやっていこうと思いますちょっとずつ。 みんなでコスプレしよういいよみんなはしなくてあいいねパジャマのやつパジャマのやつもやりたいと思ってたんだよね確かにパジャマもやりたいなでもあんまりコスプレやりすぎると普通の洋服もあるからねユニフォームはコスプレに入るのかなわからないけどもまあでもとにかくそうだね パジャマもまあまあ視野には入れとく感じでって感じかなうんうんうんカレーシャツああわかるいいよねあれもワイシャツ1枚みたいな感じでしょ確かにどうしようかないっぱいあるなでもまあなんだかんだでね やるんでとにかくは皆さんねぜひ把握しておいてくださいあー確かにユニホームでも一回やりたいからでもユニホームでやるときはシャメ会がいいからもう分かんないもう分かんないや <laughs> ルームでアンケート取れば確かに。 もう分かんないやもうもう頭回んない土日は何するの今週あれ土日ってちょっと私曜日感覚があやふやだから土日が何日なのか分からないな土日とはえっ、ー、となんだっけなわ <laughs> かんないなちょっとあれ土日って握手会 あれ今日何曜日あ明日土曜日あした土曜日か明日は普通のお洋服ですよあれさっきも言ったっけなんかスケスケのと茶色のでもう一個はファンの人にもらったやつ今日金曜日なのかびっくりびっくりだ 日日日なののね明日子供の日じゃんみんなどうしよう私まだ子供なんだけどみんなプレゼントあるみんな子供の日なんだけどやったー子供の日だ子供だ私まだやった前髪がゴタゴタだ <laughs> ひどい「は」って声になあんだけど <laughs> ひどいすごいきだけそんなことないもん一生子供だもん15歳未満なの子供ってマジでマジ マジでやだよ。まだいいよ。まだいいよ。まだ15歳なんでね。皆さんぜひね。JS なんで。S。これ楽しみにしてます。あれまあ,あいいや。 分かんない何く口走るか分からないから私はやめておくわ小学生なんでそうそう JS は小学生なんで JS って何 JS って小学生だよねさきりんの誕生日なの今日今日ってさきりんの誕生日なの 知らなかったあ明日なんだえじゃあさきりん誕生日の日にあれじゃんしゃめ会じゃんそうなんださきりんおめでとうやん同い年になったさきりんと。 おお祝いして何か何気にねえさきりんと話すんですよあのね握手会がね同じ時間帯だったんでね8分になるとねみんな周りにいるメンバーがいなくなってねさきりんとね2人しかいないんですよあ嘘ついたさきりんとジュナさんぐらいしかいないんですよ全、ね、然人がいなくってだからさきりんとね写真撮り合ったりしてるんですよ めいっぱい撮ってあげよう確かに明日一緒に写真が撮れるかもしれないあれ明日って何部だっけ私てかまだどうしよう今日明日のメールが来ない私明日何時に起きればいいんだっけ明日何何何部だ34分ってことは同じぐらいの集合かな前回と OKOK、OK OK 3部がシャメ会で4部がサイン会でしょメロンパンもらえるかもしれないもしかしたら明日、さサキンが手作りメロンパンを作ってきてくれてるかもしれないそうリンカちゃんねまつげはあいねつけま違うの 次は気にしないでもう今日切るからみんな逆にメロンパンあげなきゃ確かに明日あげよう明日誰が一緒だろう先に一緒かなあげるわあれか先にメロンパンあげるかにメロンパンセブンイレブンのメロンパンが一番好きなんだけど何がいいかな あげるアサキリンみかちゃんメロンパンのコスプレどんなメロンパンみんな何のメロンパンが好きかセブンイレブンのメロンパン一番好きなんだけどあれ美味しいよね美味しいめちゃめちゃ美味しいお仕事に戻りますいってらっしゃい ローソンの食べたことないかもしれない中にクリーム入ってるやつ苦手か普通のメロンパンが好きあ今日さ忘れてた今日さお昼ご飯にねなんだっけ長屋駅のなんだっけこれなんかね抹茶のねクリームパンを買ってきたんよ一人で <laughs>。 一人で買ってきて一人で食べたんだけど抹茶のねクリームパンが売っててね超美味しかったまつぎ長いのって羨ましいんだよいやいや違うんですよこれはつけたまつぎなんでね私のおじまつぎはめちゃくちゃ短いんで <laughs> エスカじゃなくて <laughs> エスカの反対側にある名古屋駅のなんて言えばいいのかな なんて言えばいいんだろうななんかポップコーンみたいなところらへんの奥の奥の曲がったとこ <laughs> と説明できないは難しくてどこだっけ私どこで買ったんだっけあんま名長生き把握してないんだよな広すぎて。 分かんないちょっと持ってくるわみんな分かんないからえだだだだ。よいしょんて書いてあんだろうな「菓子パンのつくも?」「99道本店」ってやつが美味しかった 私には伝わってるほんとに美味しかった抹茶はいいねやっぱ抹茶は世界を救うよすごい美味しかったあわ分かった2年生 制服の時にこれつけようかなのあでもこれうつりが悪いからやだなどうしよう悩んで考えておこう行ってみる美味しかったのめっちゃ抹茶のやつが美味しかったな写真撮るの忘れちゃった普通に食べ終わった後に気づいたあっ写真撮ってないやーって。 ハパンのつくもそう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 いうそれそれそれインターネットで買えるこの前昔の時期の集合写真見たけどリカちゃんすごく赤抜げたよねいやもうあの写真は私見たくないよ私だってもうガングロギャル並みに真っ黒だもん本当に今なんか今考えると もうね、今のね私からは想像もつかないくらいガングロギャル並みのガングロギャルんガングロギャル並みの真っ黒なんですよでもこの1年引きこもって引きこもって引きこもりまくって白くなりました <laughs> メロンパンさんありがとう。 ハチキお披露目のソロコンいつでも見れる知ってる私も持ってるよ8期のねお披露目のお披露目の動画持ってますよさすがインゲだけあるでしょいやーもうねガングロギャル並みに黒いんでねもうね嫌です 綾葉ちゃんあやはちゃん,れん,かたんで一番白いのはいやあやはちゃんでしょあやはちゃんの白さにはまだまだですよ昇格おめでとうありがとうございます <laughs> 候補者の時に配信見たかったねいやもうね候補生の時はねもうブサイクすぎてみんな見る気にならんよ私なんて本当にブサイクすぎてみんな見る気にならない だからあーこの子はねあーまあ、可愛くないねポンってやって絶対私飛ばされてたみんな覚えてないだけで絶対にみんなそうあーもうこの子ねあーこの子いらないやポンってやってそうほのちょろびんぐらい黒い見返してるよやめてほんとにね嫌なんですよあのねよく友達に言われるの 私のショールームの動画をね見たよって人がいやもうほんとに見なくていいからみたいな <laughs> ここは受かっても入らないと思ってた <laughs> 何そんなひどいこと言うの <laughs> そんなことないいやほんとにブサイクなんですよいや今もブサイクなんですけどめちゃめちゃ黒いガングロギャルだから あとそうだねなんか痩せたなんか体重は変わったっていうか2キロぐらい結局太ってるままなんだけど多分あの筋肉がついたから体重は重くなったんですけども本当にね顔周りは痩せた方今でもまだ痩せた方なんですよこれでもあの時はねもうねほっぺがもうアンパンマンみたいに膨れてて。 いやーもうねすごかったすごかった映像なんちゃらあなんか DMM みたいので見れるようになるんですよいや全然それならいいだってああやって違法であげられるのは私嫌いだけどなんかそうやって決まってなんていうの全員がさらされるなら全然いい 何でだろうねでもなんかずっと顔グイグイやってたずーっと顔グイグイやってたこうやってこうやってやってこうやってやってもうずーっとやってたずーっとやってたらちょっとは顔のお肉が落ちた ほんとにもうね顔がぷくってしててボンってなっててもうねほんとにほんとにねもうね嫌だったでもその時はわからないんだよ自分が顔が膨れてるとか膨れてないとかわからないんだよだからほんとにねあの頃はもう嫌だほんとに嫌だ まあね思い出もねまあいいんですけどねまあ一つの思い出としてねいいんですけれども本当にねあの頃は本当になんでこんなに顔がでかかったんだろうねもうねなんか何だろう 聴覚で表すともうこんぐらい <laughs> こんぐらい顔がでかかったボンってなってた黒歴史です、あれはすべて黒歴史ですおたふくかみたいな 本当に顔でかかった。やだー。もう昔の写真やだー。ということでね、皆さんもう一度言うんですけれども、明日はね、この髪型でね、あのー、ね、会えるので皆さんぜひね、時間があったらね、リンガのところにね、来てくださいね。お願いします。 今も昔も昔小顔にしか見えいやまだショールームだから小顔に見えてたのかもしれないけれども昔の実物は本当にやばい想像以上にやばい明日は朝は早いですよ明日早い今日は今から仕事だから早めに。 朝仕事を終わらせてきます朝仕事か頑張ってください朝仕事か私でもやってみたいなコンビニの夜勤とかやってみたいあ明日ね多分ショールームやるようん明日ショールームやるんでまた明日の朝も見てください ちょっと今週はね、ショルームができなさすぎたんで3日連続やります。今日、明日、明後日と、やるので。あ、朝マーク買いに行きたいな。お腹が空いた。今日はね、メロンパンじゃないや。<laughs> さっきメロンパンの話したからメロンパン出ちゃった。あれだよ、クリームパンと、なんか、とろサーモンの、こういう、太巻き 1>, 1本しか食べてないからお腹が空いたお腹が空いたからご飯買ってこようとご飯買ってくるわチーズバーガーここ食べれるいや食べれそう今ならもう今胃がすっからかんだからね <laughs> すっからかん 今から食べるだってだってクリアパン1個となんかよくあるじゃんコンビニとかに売ってるさ巻物もうお腹が空きましたインコはいやマックはいいや重いし何食べようかな今日はということでねまだあった時間 いやこの時間から超ラーメン食べたいラーメン食べたいなラーメンが食べたいな明日何時から、えーっとね、えっとねえっとねえっとね6時かな分かんないちょっとねこの後 あっちょっと待ってちょっとさっきさ集合時間のメール来たから一旦それ見てからでもいいちょっと一旦止めるね配信をごめんなさい。